はいどうも、ウェブサイトチャンネル現役のプロが教える YouTube チャンネルです。今日も一緒に学んでいきましょう。えー、今回はですね、こちら。ね、ワードプレスで掲示板が作りたいというですね、あの、作れるのというふうな内容になっております。まあ、今回もですね、まあ、日頃いつも僕がですね、 えーとやってる講座の中からのね質問コーナーということでですねあのワードプレスで掲示板を作りたいんですけどっていうのがですね最近まあちょこちょこちょこと来てましたのであのー、まあす昔ほどはないんですけどねあのそれをな容にしておりますまああの簡単な自己紹介載せておきますので興味がある方は見られておいてくださいということで早速いきたいと思いますねえー、こちらね このサイトにですね、掲示板を入れてみようというふうに思うんですけども、まあ、掲示板はですね、ワードプレスで作れます。で、ね、で、ワードプレスは結構簡単な掲示板のプラグインがあるので、それを使うといいです。で、あのー、特にですね、何て言うんでしょう。昔から使われてて、あんあ結構ね、あのー、信頼性の高いところのプラグインっていうのがあって、あの、まあ、使い方も結構簡単だということでですね、あの掲示板っていうのは比較的作りやすいものになってくるんじゃないかなと思います。ただ、そこから掲示板の機能追加 っってていう風になってくるのがねあのちょっと初心者の方にはそこから難しくなってくると思うんですけども今回はもうただただシンプルに掲示板を実装してみようというのをですねやっていきます。それぐらいででね結構楽にあの使えるんですよ検索して掲示板を使おうと思うと結構ね複雑になってったりとか難しくなって分かんなくなる人がですねあの聞きに来られる方が多いんですよ。今回は簡単にただただだ実装してみる そんな簡単にできるんだっていうところでですね、あの落としどころにして説明をしていきたいんだと思います、えー。プラグインですね。b b プレスっていうプラグイン使います。で、この b b プレスっていうプラグインがね、やっぱ優秀です普通の,あの無料の掲示板を作るんだったらですね。これ。b b プレスワードプレス用のプラットフォーラムソフトウェア。 ね、掲示板用のソフトウェアですというふうに書いております。じゃあですね、これ、有効化しますね。はいあの。もうインストール済みだったんで、ちょっと有効化っていうのをしました。ね。こういうふうに、これ8ですかね。BB って書いてるしねあの。ブーンって回ってるようなマークのものです。で、まあ、このですね、プラグインを入れると3つできます。フォーラム、トピック、変身っていう、この3つの項目ができます。とですね、あのこの設定の項目の中に、フォーラムっていうのが出てきます。 はい。で、まずフォーラムって押します。テストが1個入ってますけども、もともとは何も入ってないのかな多分入ってないんじゃないかなと思いますので、この状態。フォーラムが見つかりませんの状態。で、新規追加でフォーラムを作ります。フォーラムね。新規フォーラムって書いておきますね。新規フォーラム作ります。で、まあなんかちょっと適当に文言も入れときます。 完成ですね、えー。これだけで完成なのでこれをそのまま公開します。こういう風にですね、あの何か新しいものを入れたときはあのそれをね考えててもわからないことって結構多いので適当にポンポンポンって入れて使ってみるとですね意外とわかったりすることも多いです。でここね種類をねフォーラムカテゴリーとかですねオープンクローズとかねまあいろいろあるんですよ。いろいろあるけどとりあえず無視して作ってください。 はいこれであの BB プレスを使ったフォーラムができました。で、ね、ここ「新規フォーラム」って書いてるのが「フォーラム」っていうカテゴリーの中に「新規フォーラム」っていうものが入っております。ね、でこの今は空のフォーラムでトピックが見つかりませんでしたっていうふうになってます。でここにトピックを入れる項目があるのでここからトピックを入れてあげるとトピックが作れます。でここから作るトピックとこの「 管理画面管理画面のここから作るトピックは一緒です。なので今回はフォーラムさえ作ってしまったので、フォーラムからこのままここにね、新規トピックって言っておきますね。フォーラムの中に新規トピック。 作ってみましたっていう風にね。書いておきます。ね。で、これを送信って、ここにあるので送信します。はい。これでフォーラムが1個できました。ね。フォーラムじゃない。フォーラムの中にトピックで、新規トピックが1個できました。ここ、こういう風になってます。じゃあ、このフォーラムの中のトピック、このトピックに対して、 返信をしてみたいいいなという,ふうに思いますす投稿ですねトピックへの返信をしてみましたって書いておきます送信はいこれでですねえっ、ー、とフォーラムとですねその中にトピックでトピックへの返信っていうものでですね一連の流れができましたこれだけです ね。これだけで、あの、掲示板っていうのはできてしまいます。あとは、これのデザインとか、さらに言うと、これの設定ですね。あのー、誰でも投稿できるんですかとかですね。それとも、会員登録しないとできないんですかとか。そういったものがこ、これ以上のね、課題になってくるんですけども、とにかく、 シンプルに掲示板を始めたいってなった時に、えー、と今ほとんど何もしてないです。ねえー、とプラグインを入れてプラグインを有効化してフォーラムっていうものを作ってここですねフォーラムしたらほら新規トピックここにフォーラムが1個ありますよということでねこのフォーラムの中にトピックが1個ありますよだからこのトピックを開けるとそのトピックの中身としてねっ あの投稿が入ってますよっていう風な内容のものが出来上がる。ということでですね、これだけね、すごくね、簡単に作れるということをですね、今回のテーマとしておりました。ではですね、もう一回か二回ぐらいに分けて、ね、じゃあこれをもうちょっと深掘り、このままいくかな、このままいきますね。じゃ例えばこれを、ログアウトします。ね。ログアウトして、このフォーラムの中で、この新規トピック見てみると、 これに、あの、返信しようと思ったら、ユーザー登録が必要だっていうふうに言われるんですよ。ログインが必要だっていうふうに言われるんです。ログインってことは、ユーザーの登録をしなきゃいけないってことになってきますよね。で、登録しないと投稿ができない。なので、えっ、ー、と、登録をしてもらわなきゃいけない。で、この登録をじゃあどうしたらいいの で、自動登録の仕方っていうのは自動で登録してもらう方法と手動で登録をする方法があるんですよ。まあ、あの手動で登録する方法はなんか例えばお問い合わせフォームとかでもいいですし、まあ、あとは身近な人に登録してもらうんだったらあのその人たちから情報を聞いて自分で登録してあげたらいいです。これがあの手動で登録する方法で自動で登録したいっていうねことも多くなってくると思うんですよ。 登録のフォームみたいなのがあってそこにパチパチパチって入れたらもうそのままあのー、登録できちゃうみたいなねでそれもこのね BB プレスはね結構簡単にできるんですよねあのショートコードっていうものがあるんですけどもそのショートコードを入れてあげるとできますちょっとやってみましょうかねよしでなんか適当なね固定ページでも何か作ります で、ショートコードをですね、貼り付けるときは、ここからね、ショートコードっていうのをね、持ってきます。なければ、こうやってショートコードって検索してあげたらいいです。で、ショートコード。で、ここに入れてあげる。これを公開する。このページを見てみます。すでにログインしていますって出てますね。じゃあ、このページをログアウトしてみてみます。じゃん。ここ。 ユーザー名は重複しないものにしてください。後から変更することはできません。メールアドレスは安全なパスワードと送信のアカウントに認証に使用します。ということで、ユーザー名とメールアドレスを入れて登録ってすると、ここからあの登録してもらうことができると。で、登録した人はあの、さっきのところに投稿ができる。最低限ここまで、ここまで覚えてもらうだけでですね、もう掲示板の機能としては果たします。 ね、ということで今回は超シンプルではあるんですけどもシンプルに掲示板の機能を作る方法とですねをいたしましたでもう少し掲示板はねじゃあこれを体裁整えていく方法とかなんとかとかね、あのー、あるので。 ね、次回はねそこまで次回かわかんないですまあ、でもですね BB プレス次回はですねそこまでやりたいなというふうに思いますということで、まあ、あの初級編ではあるんですけど超初級編っていう感じですかねでもう一歩踏み込んでもうちょっと実装できるところまでもまた別の機会にやりたいなというふうに思いますということで今回は まああの掲示板はワードプレスで作れるのというねあのタイトルなんですけどもワードプレスで掲示板は作れるしまあ結構得意なんじゃないですか得意な分野じゃないかなというふうに思いますそれではね本日も良い一日をお過ごしくださいありがとうございましたいいなと思った とと思思ったたた方はグッドボタンンやチャンネル登録いいいだけたらなという,ふうに思いますまたですね、概要欄にも参考サイトや情報、あとさっきのですね、えー、とショートコード、登録フォームを設定するためのショートコードね、ねこの情報も載せていますので、合わせてご覧ください。ということで、今回はここまでです。それではね、あの本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。